はい、自由党共同代表山本太郎でございます。自由党社民の会派希望の会を代表してお聞きします。まず10年前に籠池さんとは縁を切ったとおっしゃっていました。間違いないでしょうか、防衛大臣。10年ほど前から疎遠になっているということを申し上げております。山本太郎君、疎遠になった理由があるっていうふうにお聞きしたんですけども、それは何ですか？国会の場で申し上げるべきことではないので差し控えさせていただきます。じゃあこれは言えるんじゃないでしょうか。それは許せないことだったんですか？稲田防衛大臣、具体的な内容についてはお答えを差し控えさせていただきます。山本太郎君、それは1回の出来事ですか、それとも連続したものだったんですか？稲田防衛大臣、具体的な内容についてはお答えを差し控えさせていただきます。これどんな方だったんですか、奥様は？籠池氏の奥様ということでございます。それだけインパクトが強い人たちだったら記憶から消し去りようがない。どういうつながりから始まったかってことさえも覚えてるはずなんですよ。出廷したこと実は覚えてたでしょ。稲田防衛大臣、夫の代わりに出廷したことを確認できましたので訂正をしお詫び申し上げたところでございます。山本太郎君、大変失礼なことをされたと今でも根に持たれてるわけですから、それだけ強烈な記憶があるわけだから出廷したことは覚えてるでしょう、もちろんね。まあ虚偽答弁も記憶違いってことでクリアできちゃう。記録も廃棄する、証人は呼ばない、どんだけ無敵モードなんですか。ここはどこですかって、国権の最高機関でしょ。最高機関らしい質問をしろ。自民党に言われると思いませんでしたね。ありがとうございます、勉強になります。先に進みたいと思いますけれども、委員長、このままね、証人を呼ばないなんて、参考人を呼ばないなんてありえないですよ。時間切れ狙ってるでしょ、これ。全体的にしっかり といつもやっていただいてますけれども、理事会でもこの、参考人のことをですね、前に進めるようにお願いいたします。一番懸念するのは籠池さん、そしてその周辺の方々が逮捕されてしまって長期拘留によって口封じされる可能性があると。日本の司法では人質司法というものがずっと続けられてきました。そういうような長期拘留によって口封じがされる恐れをある中で、まずは国会でしっかりとお話をしていただくという、この一番国民が懸念を持っていることに対して前に進めていただきたい。お諮りください。ちょっといいかな。ちょっと休憩を止めてください。ただいまの山本君の発言中に不適切と思われる言葉があったようであるとのご指摘がありました。委員長といたしましては、後刻理事会において速記録を調査の上適当な処置を取ることといたします。先ほどあった参考人の件については後刻理事会で協議をいたします。山本太郎君、すみません、先にお断りしておきたいのは、籠池さんを犯罪者と決めつけたわけではありません。ただこの先何かによって逮捕されて長期拘留によって口封じみたいなことが行われたとしたら非常に問題であると。国会はずっと前から証人として要求されているわけだから、それに応えるべきだという意味で言いました。先に進みます。国家戦略特区って何ですか。内閣佐々木地方創生
国が主導していわゆる岩盤規制改革全般について突破口を開き、経済社会の構造改革を推進することにより、産業の国際競争力の強化、国際的な経済活動拠点の形成を図るものと考えております。今治の獣医学部特区提案から認定までの経緯説明してください。佐々木事務局長。今治市の獣医学部の進出につきましては、平成19年から平成26年前の間、計15回にわたりまして、今治市と愛媛県が連名で構造改革特区の提案を行っていたところでございます。でこうした中で、平成26年から平成27年にかけまして、国家戦略特区の提案が今治市、愛媛県のみならず、新潟市など他の地域からも提出されたこともございまして、特区ワーキンググループにおきまして、提案者および関係省庁と計7回にわたり本格的な議論を行い、平成27年6月の日本最高戦略改定201号に本件を検討する旨を記載したところでございます。でその後、同年、27年でございますが、12月には今治市を広島県とともに国家戦略特区に指定することを決定し、11月の特区諮問会議で、追加の規制改革事項として獣医学部の設置を可能とするための制度改正を直ちに行うことを決定した次第でございます。その後1ヶ月間のパブリックコメントを経まして、文科省告示の特例措置となる共同告示を本年1月4日に制定いたしました。特区法の規定に基づき、構成員の公募手続きを行った結果、学校法人加計学園より応募があり、その後追加の申し出の手続きを行いましたが、他の事業所の応募がなかったところでございます。でこのため今治市文化会役員会議諮問会議におきまして、必要な要件を十分に満たしていることを慎重に確認した上で、最終的に1月20日に今治市に獣医学部の設置を可能とする特例を適用することとしたものでございます。以上でございます。はい、先ほどおっしゃった最高戦略改定201号、獣医学部検討の項目新設のための4条件教えてください。これは一つには現在の提案主体による既存の獣医師要請でない構想が具体化すること、ライフサイエンスなどの獣医師が新たに対応すべき分野における具体的な需要が明らかになること、既存の大学学部では対応が困難であること、近年の獣医師の需要の動向も考慮することといった検討にあたっての留意点を示されているところでございます。はい、今挙げられた要件、今話題の加計学園は満たしているってことでいいですね。佐々木事務局長。検討したいたしました結果、先ほどの日本最高戦略に沿ったものとなっているということを確認しているところでございます。4要件満たしてませんよって突っ込んでらっしゃる方々いらっしゃるんですよ。獣医師法を所掌する、農水省にも同じ文書が届いていると思います。日本獣医師会意見書にある、4つの条件について、本件についてはから、農水省を呼んでください。上記1の現在の提案主体とは、愛媛県今治市と想定されますが、愛媛県今治市が提案する獣医系大学の構想について本会が検証したところ、構想の内容はいずれも既存の16、獣医大学系大学ですでに取り組んでいるものばかりであり、新規性はなく、上記の 4条件に全く該当いたしません。また獣医師の需要動向についても全国的観点からは地域、職域の偏在は見られるものの、獣医師総数は不足していません。地域や職域における不足解消のためには6年生教育修了者への魅力ある職場の提供、処遇改善等が必要です、という内容でございます。内閣府、今治より上がってきた申請書に記載されてた入学定員数何人でしたか。佐々木事務局長。で応募があった学校法人加計学園からの書類では、獣医学部獣医学科の入学定員が160名、収容定員960名となっているところでございます。文科省獣医師会の意見書で教員数が足りてない趣旨の部分を読んでください。その課題の一つが臨床獣医学教育や獣医公衆衛生学を充実させるための教員の不足です。そのような状況の中で今治市等が意図する教員の確保は極めて困難ではないかと考えます。一体どこにドリル入れようとしてるんですか、これ。獣医学の当事者たちが声を上げているにもかかわらず、意見はまともに聞かない、さまざまな現状無視、お友達へのお取り計らいのために口利きだけでなくルールまでも変えてお仲間に便宜を図るやり方ではないかと
世間では疑いの眼差しが強まっている。一方で骨のある閣僚もいらっしゃるんですよ。麻生財務大臣です。出番です。第25回、国家戦略特別区域諮問会議でブレーキ役を担ってくださってるんですよ。麻生大臣すいません、お手元の資料1なんですけれども、その日の議事録がございますけども、そこをちょっと読んでいただくわけいかないですかね。よろしくお願いします。いや、なんで失礼なんですか。何、俺に読めっていうのか。いいですか。なんで、はい、あなたの時間稼ぎ自分で読めばいいじゃん。いやいや、もう時間ないんですよ。じゃあ自分で読めばいいじゃん。はい、ぜひ。山本太郎君、答弁拒否するつもりはないけど、書いてある配った紙をみんなに俺に全部読ませるっていうわけですか。ネットでご覧の方もいらっしゃるんで、ぜひネットにご覧でなってる人、その人のために読めという理屈になってるわけでね、最近は。そう、はい、ありがとうございます。どこ読めばいいの。時々やってるよ最近。昔はこんな絶対なかったんだと思いますよ。どこ読んでほしいの。全部時間がない、時間が限られてるみたいですから、どこ読んでほしいの。ちょっとそき止めてください。来て、山本太郎君。はい、再開します。ですね、うまくいかなかった時の結果責任を誰が取るのかという問題があると、本質ズバリに、大臣は迫られました。この時のお気持ちといいますか、この背景というものを教えていただいていいですか。麻生財務大臣、もちろんことに経験があるからだと思います。山本太郎君、もう少し具体的に教えていただけると助かるんですけども、ネットの方見てますからね。麻生財務大臣、そっちが早く喋っとられるんで、こっちも早く喋らないかのかと思って、癖になりましてね、こんな、こういう例は他にもありますので、その時の結果責任は誰が取ったかということを思い出してもらえるということを大事なんじゃないですかと申し上げたんです。山本太郎君、はい、過去を振り返ってそういうことがあったんだから慎重にやれということを大臣おっしゃったと、至ってまともなご意見だと思います。このテーマはですね、また後日にちょっと譲ってですね、本日のメインテーマに参りたいんですね。はい、人間が生きる上で一番必要なものは何か、私は空気だと思います。麻生大臣、人間が生きる上で2番目に大切なもの何だと思われますか。麻生財務大臣、2番目、私はこの種のわけのわからない質問が来たときには答えることは一つなんで、人間で生きていく上に大事なことは、朝は希望を持って目覚め、昼は懸命に働き、夜は感謝とともに眠る、この気持ちだと思っています。